皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していきます。このチャンネルでは、今まで遊んできたゲームで個人的に面白いと思ったゲームを、簡単に紹介するチャンネルです。3000円以下の安価で面白いゲームに厳選して、今後も様々なゲームを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、今回紹介したいゲームは、エンダーリリーズです。2021年1月21日に早期アクセスとして登場しました。まだ早期アクセスなので、3から5時間ほどで現在行けるところは全て回れると思います。世界観、操作感、BGM、キャラの魅力どれをとっても最高峰のゲームだと個人的に思いました。製品版が待ち遠しく皆さんにおすすめしたい一本となりました。このゲームを簡単に紹介するとメトロバニア系のゲームです。メトロイドバニアを知らない方に補足しますと、任天堂ゲームメトロイド、コナミ開発の悪魔城ドラキュラ、海外名がキャッスルバニア、この2つのゲームのような、横スクロール探索型アクションゲームのことをメトロイドバニア系と呼んでおります。どちらも海外からの人気は高く、一日本人としては個人的には非常に嬉しく思うジャンルになっております。メトロバニア系で有名な面白い作品としては、ホローナイト、デッドセルズ、ブラッドステインドなどがありますが、個人的にはそれらのゲームに引けを取らないゲームとなっており、この後おすすめポイント等を紹介していきますのでぜひ最後までご視聴ください。ゲームの紹介の前に開発元の紹介です。株式会社ライブワイヤー。日本の会社であり東京都渋谷区にオフィスを構え、現在23名のスタッフと共に開発をしている模様です。人々の記憶に残るゲームを送ることをコンセプトにしてるそうです。個人的には日本の企業さんを強く応援したい。これからも頑張って最高の作品を作ってください。さて気になるお値段ですが、2178円となっております。先ほども申した通り、早期アクセスですのでまだボリューム的にはそこまでありません。製品版に期待しながらウィッシュリストに入れておきましょう。この動画を見て面白そうだなぁやってみたいなぁって思った方はぜひ購入して遊びましょう。それではゲームのおすすめポイントを紹介していきます。はい、こちらが、このゲームの主人公リリーちゃんです。簡単にこのゲームの世界観を紹介しますと、汚れた人々を浄化し仲間を増やしながら、果ての国と呼ばれるこの世界の謎を解く。そんな感じの世界観です。おすすめポイントその1。救いがないような世界観、ダークファンタジーが好きならおすすめ。このゲームをやった時、ジャンルは違いますけどバルキリープロファイルを思い出しました。そんな世界観が好きならぜひ遊んでみてください。おすすめポイント2。難易度や操作感が絶妙なバランス。メトロバニア系のゲームでやや敬遠しがちなのが、難しいかどうか、クリアできるのかどうかです。そして、操作ミスでやられてしまったりなどのイライラ感もそこまでなく本当にちょうど良い出来だと思います。激しいアクションゲームは苦手なんだよなぁと思っている人でも、この作品ならクリアできるかもしれません。と入っても、早期アクセス版ですので、今後の展開はどうなるかはわかりませんけどね。今のところは簡単すぎず難しすぎず楽しいと思える内容でした。探索をすることにより、スキルの獲得、スキルのレベルを上げるアイテム、体力の最大値アップアイテム、レリックという装備アイテムを獲得できます。もし、詰まったら引き返して探索してみるのも手ですね。スキルは特定の敵を倒し仲間にすることによりスキルを得られます。こちらのカラスのような鳥さん、西の商人さんと言います。倒すと何やら悔いを残すようなコメントをします。昔は人だったのか何だったのか、何かとてつもない過去があって汚れてモンスターになったのか、スキルセットして使ってみると、西の商人さん遠隔攻撃してくれます。非常に便利ですね。このように、仲間になってくれる敵さんがいますので探索して倒して浄化してあげましょう。そしてこちらがスキルを強くするアイテム。これも探索して見つけてあげてください。スキルのレベルが上がれば攻撃力はもちろん、攻撃速度や、攻撃範囲などの増加もできたりします。難しいなと感じたら、戻ってくまなく探してみましょう。マップです。緑のレストポイントというのがファストトラベル地点。ある程度行き来できます。赤い丸がまだ行ってないで入り口。マップでわかりやすく表示してくれますので迷うことはありません。さてこちらボスです。序盤だからなのか、一度も死なずにクリアできました。倒して浄化してスキルとして手に入れるのですが、ストーリー上の敵は階層を見ることができます。この辺がなんとなくバルキリープロファイルに似ているなと感じているところです。このゲルロットさんは村を守る戦士だったようで、みんなを守るため不死の騎士団に入ることにしたのだが、不死になるために汚れを用いて汚れ者になったのです。そして汚れに溺れ、我を忘れてしまったゲルロットさんは敵味方の区別がつかなくなったのか、凶暴な戦士になってしまったのです。そしてこのリリーニの手によって汚れを取り除くことができました。
肉体は失ったが精神はリリーちゃんと共に行くことになりました。こんな感じでモンスター一人一人、元は人間だったのかもしれません。西野証人さんもここまでの回想はなかったのですが、実派周辺に手紙があり事実が書いてありました。実派的だった中身が同じ人間なのか、新世界よりとか、クオリディアコードを思い出しますね。製品版になったらこの辺の謎が明らかになっていくのだと思います。はぁ、楽しみだなぁ。バルキリープロファイルに似てるなぁと思ったのは、死者を仲間にするときその死に様を見るじゃないですか。大体その死に様が救いようがない感じがして、その辺がなんか世界観として似てるなぁと思った次第であります。このゲルロットさんもいい人すぎて溺れてしまったんですね。保証人とかになっちゃうタイプかな？かつて王城一の騎士と呼ばれた曲の男ゲルロットは、村の英雄だった。誰かのために尽くして走り続けたが、英雄の末路は孤独だった。なんと悲しい末路なんだ。英雄なのに孤独とは、不死になったために村の人たちは皆死んでしまったのか？その辺はぜひ自身で遊んでみて確かめてくださいね。そして遊んでるうちにこんな攻略法を見つけてしまいました。扇壁抜け、相手はこちらに気づかず死ぬ。至る所でできてしまうので、この辺は直した方が良さそうと思うんだがどうだろう？敵を倒すことにより経験値がもらえてレベルが上がります。左上の数字が現在のレベルです。敵を倒すと汚れが溜まって満タンになればレベルアップです。現在レベルは100までありまして、レベルが上がれば攻撃力が微増します。なので敵を倒してレベル上げるのも大事ですね。あ、ちなみに2021年2月11日現在、レベル100まで行った時の実績解放率は 0.5% になっています。昨日よりか、0.1% 増えてら、大体おすすめと特徴の紹介はお伝えしたと思います。製品版なった時にまたお知らせ動画でも出したいと思います。現時点で行けるとこまで来た時におぞましいものがありました。見てください、このよくわからん集合体。この生物は何なのか、これも過去に何かあった元は人間なのか。おらワクワクすっぞ。ということで今回のゲームはエンダーリリースでした。いかがだったでしょうか？個人的にはメトロイドバニア系で最高峰のゲームになり得るポテンシャルを持つ作品と思っております。そして今までメトロイドバニア系を触ってこなかった人でも、おすすめな作品となっておりますのでぜひやってみてください。製品版でかつこれに似てるのはホローナイトって作品なんですが、そちらも面白くおすすめです。日本の作品が元になって普及したジャンル。ぜひ遊んでみてください。ハマること間違いなしですぞ。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の作品でまたお会いしましょう。